木曜会は、夏目漱石宅で、漱石の教員時代の教え子や漱石を慕う、若手文学者が集まり、様々な議論をした、会合のこと。毎週木曜日に開かれたのでこの名がついた。漱石の家には、小宮豊隆や鈴木三重吉、森田宗平などが出入りしていたが、作家としての名声が高まるにつれ来客が増えて、仕事に支障をきたすようになったため、 1906年10月中旬頃、鈴木美恵吉の提案により、面会日を毎週の木曜日午後3時以降と定めた。この日は誰でも自由に来て良いことにしたので、かつての教え子以外の学生や、その他の人物も多く来るようになった。漱石の書斎は、漱石が彼らと様々な話題について、 語り合い議論するサロンのような場となり、やがて木曜会と呼ばれるに至った。よく集まる顔ぶれは、津田政風の、漱石三謀と、その弟子たちに描かれており、富谷、鈴木、森田のほか、赤木公平、安倍次郎、安倍吉成、岩波茂雄、内田百、寺田虎彦、野上と良一郎、松根東洋城がいる。その他、中勘介、江口勘良の小説家や、 和辻哲郎、滝田インなどの学者、文化人がおり、さらに後の新市長派につながる芥川龍之介役目、正尾、松岡譲らも、学生時代から参加していた。彼らが、一般的に、漱石文化とされている。漱石は、徒弟制などを取らなかったので、安倍次郎は、もし文化生とは、先生と正式に指定の役を結んだものを意味、するならば、 自分は先生には、文下生なるものが全くなかったと言いたい。先生は、ただその寛容な心を持って、自然にその門に集ってくる青年を接見して、これと話をしたり、その相談に預かったり、時としては、その世話をされたりしたに過ぎなかった。いわゆる先生の文下生となるには、ただ、先生の風を慕って、木曜日にその家の客となれば足りたのであると述べている。 また、会長や、幹事などを備えた組織として、木曜会が存在していたわけでもない。基本的には、来客と面会する場であり、漱石も、弟子を指導するような態度は取らず、自由な雰囲気で議論するように心がけていた。和辻哲郎は、森田、鈴木、小宮など古顔の連中は、ともすれば先生は、頭が古いとか、 時世遅れだとか言ってくってかかったが、漱石は別に勢い込んで反駁するでもなく、言いたいままに言わせておくという態度であった。漱石を書くとする、この赤い連中の集まりは、フランスでいうサロンのようなものになっていた。木曜日の晩には、そこへ来さえすれば、楽しい知的共演に預かることができたのであると、述べている。自作についても賞賛よりは、 批判を聞きたかったので、森田総平は、先生の作を読んで、先生の前に出ると、大抵の人が、皆悪く言った。悪く言わなければすまないような気がして、悪く言うのであると言い,い、一方、先生の方でも、若い者の気に食わんところはピシピシやっつけられた。ピシピシ頭からやられながら、やはり先生と話をしているときが、一番のんびりした。 のんびりして思うことが十分に言えるのであるという。また、芥川は、漱石先生の話で、木曜会の様子を次のように述べている。先生のお宅は、玄関の次が今で、その次が客間で、その奥に、先生の書斎があるのですが、書斎は畳なしで、板の上に、銃線を敷いた十条くらいの室で、先生は、その銃線の上に、 座布団を敷き机に向かって、原稿を書いていられた。私たちの木曜会は、いつもその書斎で開かれました木曜会では、いろいろな議論が出ました。小宮先生などは、先生に食ってかかることが多く、私たち若い者は、ハラハラしたものです。小宮先生に、あんなに先生に議論をふっかけて良いものでしょうかと聞くと、小宮さんが言うには、先生は、 僕たちの食ってかかるのを一手に引き受け、はじめは軽くあしらっておき、最後に、イノシシがウサギを蹴散らすように、僕たちをやっつけるのが得意なんだよ。あれは協力しているんだから、君たちもどんどんやりたまえ、というので、それから私たちも、ちょいちょい先生に食ってかかるようになりました。文化生とされているもの以外にも、歌舞伎等の古典芸能に、造形の深かった。 小宮の紹介で中村吉右衛門が、あるいは森田の紹介で平塚来長が参加することがあった。だが、吉右衛門は漱石が歌舞伎にそれほど興味がなかったため、平塚は森田との売園事件で漱石と対立したために一時的なものとなった。また、ほととぎ寿司時代からの旧友、高浜巨子も明治十三年に鎌倉に移住するまでは、 主な出席者の一人であった。1916年12月9日に、漱石が亡くなると、明日である毎月9日に開かれる、9日会に改められ、第1回の9日会は1917年1月9日に、夏目家で開催され、1937年4月9日まで続いた。ありがとうございます。